こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、ファミリーマートの商品もまたいろいろ食べていきたいと思います。まずはこちらの日清焼きそば UFO とのコラボプチパンから。 UFO は昔結構検証に話してるで、前にも話したからな。1箱12個届いたことあって、結構食べるのに苦労したっていうと罰当たるか、美味しかった思い出があるので、また食べられると思うと嬉しいです。あれ、前もなんかコラボやったような気もしますね。まあ食べてみればいいか。いただきます。ごちそうさまでした。最初に食べたこちらの UFO プチのぶっこい濃厚焼きそばパンは、濃いという感じが2つ書かれている通り、ソースの味が非常に強くて、口の中で噛んだ瞬間にうわっと、もう殴ってくるような味わいのソースを楽しむことになります。いや、今でかいパンもあるんですけど、プチでももう12分にソースのパンチを楽しむことができましたので、パンチを楽しめてるのもおかしい言い方ですけど、あなたがもし UFO が好きなのであればぜひ食べてほしいです。もちろん焼きそばが好きでも食べてほしいですね。で、次はこちらのたっぷりクリーム、レアチーズクリームパン。ソースを食べた後に来る爽やかなクリームの、クリームというかチーズの酸味がさっぱりとした味わいを届けてくれて、またクリームたっぷりなんですけど、レアチーズでさっぱりしているので意外とあっさり食べることができます。で、この次、この不思議な透明プリン。本当にプリンが透明で、本当にプリンなのかなと思って、しかもカラメルまで透明っていう、なんか透明すぎて、なんか何が何だか見ててよくわからないです、商品でした。で、食べてみたんですけど、確かにカラメルの甘さに苦味はプリンのような味わいになるんですけど、なんかプリン部分がトロトロしすぎているのと、やはり透明で卵のコクがあまり感じられないので、プリンとはちょっと違うかなと思いました。だから少なくとも自分が思っているようなプリンではないです。ちょっとすみません、目が。で、この次、こちらファミマザクレープ今回の新作、今回はハブタエモチです。ハブタエモチということで、食べた瞬間にむにゅっとした食感とあんこのさっぱりとした甘さが口の中にふわっと広がってきました。クレープのもっちり食感とはまた違うの弾力が楽しめるのはいいですね。あんこやお餅がお好きなのであればぜひ。で、最後に食べたこの冷やして食べる黒、多分クロワッサンプラスワッフルなんですよね。冷やして食べるシリーズは今まで、これ冷やす意味あるのという商品も多かったんですが、今回はチョコレートがかかってることもあって、冷やして食べるという意味が明確に分かりました。冷やして食べるとカリッサクッという独特な味わいがより強く感じられるんだと思います。まあ、実際自分も冷えたものを食べたんですけど、口の中で噛んだ瞬間にカリッというチョコレートの心地よい音と、ワッフクロワッサンワッフルの少しふわっとした食感が楽しめて美味しかったですが、今回食べたのはこちらのファミマザグレープハブタエモチが、中のもちっとした弾力のある食感、そしてあんこのさっぱりとした甘さ、クレープの生地がバランスは非常に良くて一番美味しいと思ったので、代表として5点とさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終焉。